ションをデロ号のデロ4南宋の建国都臨安臨時に休んずるというで臨安です。港町甲州、まあ南宋であっても経済が大事だからね。金宗の弟高宗が初代です。初代と言ってもな、まあ中国の南半分だけ宋が残ったってもんなんですが、西高の変の後、北半分取られた後、上皇と皇帝が拉致られた後、戦うべしという学費と、いや金にはかなわないから和を結ぼうという新海が対立し、新海が勝利し、昇降の和議に至ると。で、この昇降の和議っていうのがすごくて、まず、和水異北を金に割譲すると国境線を引いたんよ。今私、さらっと言いましたけど、何がポイントかわかる？国境線。中国っていうのは、国境線っていう概念が基本的にないんですよね。この世を支配する、たった一人の人間が皇帝でと。Y がを国境とし、南宋が金に対して進化の例を取ると。誇り高き中華の歴史の中で、中国人が野蛮人に正式に頭を下げたのは、この南宋だけです。だから中国の歴史の中では非常に苦い時代なんですよ。昇降の和議に至った新海っていうのはすごく人気がないです。資料集がページ88ページ下に新海の像があってと。まあ今は禁止されましたが、昔はね、この新海の像にね、みんな唾をかけていくっていうのが、まあここの観光の目的だったよね。新海と遠征街っていうのが、中の評価と外の評価全然違うんですよ。で、中国ではすごい人気ないです。屈辱的な20箇条の要求受託しやがってと。ところが外から見ると、まあ冷静に当時の中国の実力を見たよねと。叶わないから現実的な路線を取ったよねということで、外からは評価が高いですよね。南宋が1127年から滅亡がいつになく南宋滅亡で、だいたい150年。屈辱だったけどミラクルピース。どうなんですかね、日本っていうのは。まあ、北朝鮮にね、拉致事件とかあんなひどいことをされて、で、結構いろいろ北朝鮮に渡してて、と、まあ、屈辱だっていう人いるかもしれませんけども、ここまでのミラクルピースを考えると、それってある程度当たってたんじゃないかなと。まあ、けど一方であんまり与えすぎてしまうと、膨れ上がってモンスターになってしまう可能性もある。それがナチスドイツだったりしますよね。なかなか難しいですね。で、この150年間のミラクルピースの中、江南の開発が進展し、中国経済はさらにさらに大きくなります。宋の時代に人口がね、1億前後になるんですよね。唐の時代から大体人口が倍ぐらいになるので、いつになく南宋滅亡、外差の戦いはまた文化史の方で詳しく。セクション05の04、南宋の建国終了。